南房総国定公園の島崎の島崎は関東平野最南端に位置する千葉県南房総市の太平洋に突出する岬国土地理院の地図上の表記はのじま海上保安庁の海図上の表記はのじまである岬にはのじま灯台が吉立する南房総国定公園に含まれる継承地岬一帯は 白浜や島崎公園として整備されている。野島崎の航空写真岬セ先タ端に位置するラバーアッツベンチ、千葉県及び関東地方の最南端、丸い台地上で約500メートルにわたって太平洋に突出している。古くから南房総の総監と高しを集め、文人木閣が好んで来遊し多くの鹿や伝説が残されてきた名称の地である。 岬先端の高台にはラバーアッツベンチが整備されており、朝日と夕日の両方が同時に見えるデートスポットとして人気を集めている。野島先沖は太平洋から東京湾に入る重要な航路で船舶の往来が多く見られる。古くは房総半島と離れた島であり、野島と呼ばれたが1703年の元禄王地震で隆起し地続きとなったという説がある。 しかし、元禄王地震の7ヶ月後に書かれた崩壊時届書に、野島崎は津波の後に地形が変わったと記されているため、地震以前から野島崎は存在しており、すでに一部が陸続きであったという説も存在する。江戸時代中期になると、国高制と参勤交代制により、幕府上米、諸藩蔵米などの海上輸送が展開する。 さらに諸商品の海外輸送も盛んとなり、城下町、港町、三島を結ぶ海運のネットワークが整っていった。そこで1670年に、江戸幕府は、江戸商人、河村随賢に、東回り航路の整備を命じる。東北の石巻や荒浜などの赤出港から一旦、外海に出て、鹿島灘沖から長子川口付近に入り、そこから利根川を遡って、 江戸に入る航路が利用され、時間も距離も短縮できるが、波の荒い鹿島灘を横切り、暗礁を避けて、銚子漁港に入港するという危険性の高いものであった。そのため、東北の赤出港から銚子沖、野島崎沖を通り、そして伊豆の下田に入り、そこから再び江戸に入る航路も利用されるようになる。野島崎周辺も海難事故の多発する海域として知られ、 1866年5月、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国と結んだ改正条約によって野島崎灯台の建設が進んだ。1870年1月19日12月18日に日本の様式灯台では2番目に初点灯した。野島崎は東京湾に出入りする船舶にとっては昔からの重要ポイントだったのでとの灯台に。 先立って建設されたが、1970年代には、大型貨物船の沈没が相次いだこともある。野島崎東大岬内には、豊富な自然環境のほか、博物館や史跡などがある。また、岬を一周する遊歩道が整備されている。1180年、伊豆国の石橋山の戦いに敗れた源頼朝は、安保国に逃れてくると、味方を増やそうと、 精力的に動き、白浜の野島にも立ち寄ったとされる。野島では、祀られている、弁天堂に、傍らの岩へ、野島山の三文字を刻み、部分最高の願掛けをしたが、突然のしぐれに会い、近くの岩屋に身を寄せ雨をしのいだという。岩屋は、伝説の岩屋と称し、その岩屋には深海に住むという想像の大凧が、渡積みとして祀られた。 その小田湖の渡積みは、海面を沈め、豊漁を授け、そして人々に幸をもたらすとされ、大アワビやサザエの殻が備えられ、そこに願いをかけた再生を投げ、海の中へ入れば海運が訪れるとされている。野島崎遊歩道白浜や島崎園地は、野島崎一帯の園地である。千葉県立の自然公園施設として11.86ヘクタールが整備されている。 芝生や遊歩道、駐車場が整備されており、周辺にはレストランやホテル、お土産店などの施設がある。野島崎灯台を一周する、磯津いの遊歩道が整備されており、白亜の灯台を中心に、希少な植物や岩礁風景を鑑賞できる。伊豆諸島、小笠原諸島を除く。ありがとうございます。